今日はあの塚田さんにお誘いいただきまして餃子湯ツアーということでやってまいりました。はい、最初にゼロ次会でピンピンさん、台湾料理ピンピンさんで餃子食べて餃子湯に行って、その次行けたらもう一軒みたいな感じでございます。行ってきます。なんで白シャツなんですか？今日は党大会だって聞きましたけど、はい、今日なんかユニフォームで集合しろって言われたんですけど、なんでちょっとまさかの投手が真っ白になっちゃった。本当ですよ。こちらですね、なんか店構えがいいですね。はい、お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。よくわからないね。うまい。着きました。やっぱり水餃子です。湯気と一緒に動画で撮る。動画を撮る人たち。タイ当たるにしよう。何やってんの？茹で餃子。祇園祭の動画は去年の動画は祇園祭の動画は祇園祭の動画です。みかんです。カツです。醤油漬け。そうやな。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。はい。大変美味しゅうございました。水餃子。ああ、涼しくなった。ここから餃子湯に向かいます。なんか我々だけ餃子党です。餃子党ですよ、完全に、ね、当主がね、裏振っちゃったんで残念です。不安しか止めれない駐車場ありますよ。でもその隣に三原ランドリーっていうのは、はい、これなんか飲み屋らしいんですけど、昨日ここで洗濯しようと思ってきたらランドリーだから、ランドリーじゃなくなって、ここにこれランドリーだけどランドリーじゃないんだ。あ、そこですか、餃子。あ、本当、上にサウナ、水風呂、餃子湯って書いてある。来ました、恵比寿川餃子サカツ。あの扉があるんですけど、はい、奥に露天風呂があって、はい、ここからあのドリンクを出させてもらってるんですけど、ドリンク頼めるんですよ。そうなんですよ。お、熱い、めちゃめちゃ熱い。この時点で熱いけど、あ、こっちは涼しい。あ、すごい、入ってください。はい、すいません、ちょっと先に誰も入ってない時に。取ります。露天風呂があり、あ、なるほど、ね、こうサウナ、水風呂ですか。露天風呂なんだ。露天風呂、上が露天なんですね。アイスキャンディーとかな。オロカルアイ、ここから注文すると、よきよき。よくサウナですけども、あ、こんな感じのサウナです。暑い。ということで、今からちょっと裸になるんで、楽しんでまいります。いやー、見てください、このさっぱりした顔。整いました。今から餃子です。っていうのが、一回じゃあ乾杯、乾杯。あ、お疲れ様でーす。待たせてたら無理やから追い出したってことやけど、法律上は、いやー、プロビール最高ですね。最高ですね。うまっ。うまい。サウナ上がりでビール飲む。もう何もありません。すいません、取ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2日の時ですね。三回じゃないですか。揚げです。気持ちよくと。揚げ餃子いただきます。わあ、揚げ。わあ、もう。揚げ焼き。あ、でも、これは。うま。うまい。かなりうまい。うん。揚げあんま食べないですけど、美味しいですね。はい。でも水餃子が発祥。揚げ餃子ってどういう風に今。あ、でもこの、なんでかというと揚げ餃子、ブラジルにパステルっていうのがありますよ。あれが揚げ餃子ですね。こんなでかいんですけど、
時々まあでもいやいやそんなことはないです1軒目別のところでちょっと食べてますなるほどあ結構肉の味がこれはやばいっすねやばいっすイルムあのそんな人数でバー入れないんだ大変美味しゅうございました今からもう 10時半ですけど3軒目に行って終わりという感じです八坂神ですねだいぶお腹いっぱいだな食べれるかな鍋の音が聞こえるあ、本当だカンカンカンあ、ここあ出ましたマルシン飯店ですお腹だいぶいっぱいだけど行けんのかな満席でした満席です昼間じゃなくてよかった確かに昼間だ昼間はこれ何にも遮るものないですからあ、ここどうぞどうぞこういうやつでございますこの近くにあの何が違う天津飯店方面を向けときます、はい、うん、あ、うまい熟成の焼き餃子になるオーソドックスなこう香りがすごいですねニンニクかなというかうん、もう食えねえなと思ってましたけど食えますすごいな最高の夜でしたこんなツアーになるとはお疲れさんでしたお疲れさんでしたありがとうございましたお疲れさんでございました楽しかったお疲れさんでしたありがとうございますいやいい夜でした